元宮崎県知事でタレントの東国原秀夫が21日放送のカンテレのバラエティー胸いっぱいサミットに出演し、17歳の女子高生との淫行疑惑が一部で報じられたお笑い芸人の加野栄光について、自身の経験も踏まえて語った、加野が女子高生を17歳とは知らなかったとしている点について、東国原は、知っていたか知っていないかが問題、今、加野くんが知っていたことを否定しても、ツイッターの投稿者や本人が出てきて、知っていた、と言えば、事情が変わってきます、と厳しく指摘、MC の増田岡田、増田秀彦が、証明するのは難しいですよね、と質問すると、東国原はうなずき、1998年に起きた、自身の淫行、疑惑の経験を踏まえて解説、僕が証明できたのは、当時、に入店した風俗店が女性のプロフィールを出していて、20歳となっていたので証明できた、この場合は証明することが非常に難しい、と、自身の経験も踏まえて解説した。さらに、経験で言うと、僕も淫行は成立していないんです。全く条例にも引っかかっていない。ただ、淫行疑惑、と報道されただけで謹慎ですから、淫行という言葉が使われたら、非常にマイナスになる、と、淫行が報じられたこと自体がダメージとなることを力説、そして、白であれば、主張するべきです、と話した。番組では、この番組は1月19日に収録したものです。本日11時から加野氏本人による会見が行われています、とテロップで、加野の会見前の収録であることを示した。加野は20日発売の写真週刊誌、フライデーで、17歳の女子高生との淫行疑惑が報じられた。昨年は歌手の河本誠、タレント加藤紗里ら女性6人との交際で世間を騒がせていた。